東京優秀第76回東京優秀スタートの瞬間表彰式にて、左から内閣総理大臣、麻生太郎、勝利騎手の横山則り JA、さつき賞前は、ロジユニバースリーチザ・クラウン・アンライバルドの3、強ムードが漂っていた。しかしレースでは、近年稀に見る、ハイペースによる前崩れの展開になり、先行したリーチザ・クラウン、ロジユニバースは、 それぞれ13、14着に敗れ、中段から刺したアンライバルドが優勝しダービー、最有力候補となった。本競争では、アンライバルドに加え、サツキ賞2着のトライアンフマーチと3着の2歳、王者セ雲ウンワンダー、別路線からは、NHK マイルカップをベースレコードで勝利した、ジョーカプチーノ、トライアルの青葉賞を、高タイムで制したアプレザンレーブラが有力場として、上がった。 また、本年は、ベストメンバー以外に故障を発生する、有力場が少なく、賞金が足りずに出走が叶わなかった馬の中で、最高額となるのが、デルフォイの2000万円であった。なお、京都新聞杯優勝場のベストメンバーは、骨折により、東京優秀を断念し、それにより騎手として、ウォッカディープスカイに続く3連覇を目指していた4位、ヒロは他に騎乗馬がなく、 本競争での記録更新は不可能となった。第16回青葉賞 GII プリンシパルステークス、第57回京都新聞杯 GII2009 年5月31日、第3回東京競馬第4日目第10競争天気、曇り、馬場状態、不良、発送時刻、15時40分当日の馬場状況は、朝からやや10で推移していたが、 昼過ぎからのゲリラ豪雨により馬場が急速に悪化。本競争は大シンボルガードが優勝した1969年以来40年ぶりの不良馬場で行われた。なお当日は君が予聖賞のために北島三郎が聖賞である内閣総理大臣賞を授与するために当時の内閣総理大臣である麻生太郎がそれぞれ東京競馬場に来場した。レースは リーチザ・クラウンが鼻を切ると思われていたが、ジョー・カプチーノが不良馬場の中1000メートル59.9秒のハイペースで逃げ、2番手にリーチザ・クラウン、それをマークする形で、ロジ・ユニバースが続いた。トライアン・フマーチは7.8番手、アンライバル同性ウン・ワンダーは後方待機策を取った。4コーナー手前で、ジョー・カプチーノが失速すると、リーチザ・クラウンが先頭に立ち直線に入った。 直線なカバで、ロジユニバースがナイラチ沿いから、リーチザクラウンを交わすと、じわじわと差を広げていき、最後は2着リーチザクラウンに4馬審査でゴールした。3着に5番手を進んでいたアントニオ・バローズ。4着に、後方から追い込んできた中山フェスタが入選した。アンダイバルドは不良ババがこらえたのか伸びることができず、12着に、破れた。データ、編集。ありがとうございます。